これはフレードライナーですね。フレードライナーというのは、1979年に、あれですね、14,750 台を生産した大型のハイウェイホーラー専門メーカーで、1939年の創業。長くホワイトと販売面で業務の力を結んでいたが、1977年にこれを解消。単独で強力な販売キャンペーンを行っていると。で、極めて入念に設計、素材選択、工夫を行っており、品質には高い誇りを持っており、カスタムトラックルを称号にしていると。で、特にアルミニウムの使用には、まあ、自信があった、トラックメーカーなんですね。で、それが、まあ、その、フレートランナーから作ってるミニカーですね。まあ、フレートランナーの車種ですね。で、これはミニカーとしてはどこのものなのかわかりません。で、まあ、非常に出来もそんなにっていうわけではないんですけど、まあ、チープといえばね、非常に、チープな、まあ、作りで、まあ、なかなかの、まあ、なんていうんですかね、面白さというかね、まあそういったところがあるかなということですね。で、まあこういった、車で、まあこれはおそらく70年代じゃないな、80年代ぐらいの、トラックだ、あの顔だと思いますけども、まあ本来ここの後ろに何かレッカーみたいな、大型のレッカーみたいなのがついてたのか、あるいはトレーラーの牽引するものがついていたんだろうと思われるんですが、まあ、残念ながら、このような形となっていますので、なくなっておりますけども、まあ、なかなかこれもこれで、まあ、面白いといえば、面白い、車ではあるなというふうに思います。この真っ白いやつってのがね、ないからね、まあ、それがまたいいなって感じでした。どうもありがとうございました。